くらい絞ってたらあと水分調節したらちょっとバリバリになるかもしれないとか、そんな甘くないんで。こんにちは。また今降りてきましたね。降りてきました。はい。おしゃべり関西人。はい。おしゃべり関西人。今日は、今日はですね、柴田さんにお伺いしたい、ことなんですけども、はい、初心者が、勘違いしがちなこと3選。おお、はい。まあそうですね、まあ、誰しもが初心者の頃はありますからね。そうですね、こういう間違いがあったなとか、はい、っていうのが初心者の方に、こういうことは間違いだから気をつけてねっていうことになる。そうですね、まあ、今って、ね、こうネットがすごい普及して、まあ、YouTube でだったり、まあ、何でもネットで検索すればすぐに出てくると思うんですよね、こうトレーニングについて、はい、でたくさん情報がありすぎて、まあ、どれが正しくて、まあ、間違いはないかもなんですけど、こうどれが自分に合ってるかっていうところがまず見極めるの難しいと思うんですよね、はい、なんかそのトレーニング方法でもそのレップ数でも、うん、そういうことですよね。そうですね。で、まあ、いろんな理論があってはいいと思うんですけど、まあ、自分が思うのはまずこのボリュームトレーニングに対しての初心者に限らずなんですけど、この自分が、まあ、この動画でもあったんですけど、まあ、オーバーワークじゃないけど、うん、ハイボリュームタイプの考え方なんですよね、はい、でこの理由がまず、例えば何て言うの、胸のトレーニングとしたら20セット以上やるなとか、まあ15セット以上やるな、それ以上はオーバーワークでっていう、なんですかね、まあ、理論を聞いてしまうと、まあ、そこでもう自分に制限かけてしまうと思うんですよね。これ以上やってはいけないっていう。でもそうなっちゃうと、そこでトレーニング始めた時にそこで制限かけると、もうそこで壁を越えられなくなってくるので、制限かけずにもう例えばベンチプレスやってたらバーベルが上がらないぐらいになるまでベンチプレスやっていいと思うんですよね。そうですよね、はい、まあ、その限界まで、限界まで、はい、でこの限界っていうのがやっぱ人それぞれ個人差があって、まあ、筋肉の強さだったり持久力だったり、あと集中力とエネルギーがどれだけ持つかによると思うんですけど、まあ、そこで、まあ、15セット以内ってすると絶対限界まで行ってないんですよね。いつもセーブしてる状態でトレーニングしてるんで、はい、でこれでは体を大きくしたいっていう思いがあるんであれば、必ず毎回限界までは行った方がいいと思うんで、そうですね、先ほど言った、まあ、何でもそうです、スクワットでももう立てなくなるまでスクワットして、そのね、戦略受けてると、はい、でしてるとやっぱその気持ちも強くなってくるし、そのここまでやれるんだっていう、こう自分の限界値も分かってくると思うんですよね。そこをこう気持ちの面、精神を鍛えるっていうところでも限界を作らずにやってあげるといいのかなと思いますね。なので、まあ、間違いではないと思うんですけど、たくさん理論があって、まあ、僕が言いたいのは限界を作るなっていうところですね。限界を作るな、はい。そのおかげでもうマジで足、はい、大きくなった。大きくなった、半年で、はい、めちゃめちゃ大きくなりました。本当にベストボディには足関係ないんですけど、足めちゃめちゃ強くなってきました。上を強くするのは必ず強い下半身って必要なので、はい、おお、はい、土台作り、そうですね、なので必要かと思います、はい、足も、はい、ありがとうございます。で次が重りですかね、使用重量で、これはまあ当然重たいものを持った方が筋肥大には早いんですけど、まず必ず守ってた方がいいかなと思うのは、まずフォームですね。その日トレーニングを行う筋肉対象筋に対してしっかりと重量を乗せ、負荷を乗せれるフォームをまず作って、そこから重りを求めていくような重量の求め方をしてあげるといいかなと。で最初は多分フォームとかわけわかんないと思うんですね。ただバーベルを持って振りますみたいな、で重たいものを持ちたいんで、まあ、全身運動で振り上げてあげちゃうってなると、重りは上がってるんですけど、当然重りが重すぎて対象筋に負荷が乗らないので、まあ、正しいフォームで、そのフォーム内で持てる重さでしっかり刺激を入れてあげる方が、まあ、筋肥大には近道なのかなと思いますね。なので重りは求めたいんですけど、まずフォームを一番に考える。で無理やりのフォームであげちゃうと怪我をしてしまう。で怪我をしてしまうとその分トレーニングできなくなってくるので、まあ、遠回りになってしまうので、まあ、これはもうトレーニングを始めた初心の方には結
結構な注意点かなとは思いますね。フォームを一番にっていう、フォームを意識して上げられる範囲 で重りを求めていくっていう、でかつ結果を作る。そうですね、はい、すごい狭いとこすごい感じですね。そう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 そこを抜けていかないといけないんで、じゃないと筋肉慣れない、慣れないですよ。そうそうそう、はい、すごい難しいですよね。なんでこんな狭いところでみんなこうバーって当たっちゃうと、はい、そこでやっぱね、こう停滞、はい、なかなか大きくならないみたいな、なるんで、どんどん吸い抜けて、吸い抜けてくる、はい、で最後、3つ目は、まあこれちょっと大会出てる方が特定されちゃうんですけど、調整方法、方法ですね。これは自分がまあボディビルデビューして2010年に初めて大会に出て、で昨年21年までこう大会出続けて経験して感じたことなんですけど、まあよく言われるこう水抜き、塩抜きでカーボンローディングがありまして、で自分こう全てやったことあるんですけど、一番はきっちり絞るっていうところなんですよね。きっちり絞るというのは減量始まるじゃないですか、はい、で大会の日があって、この大会の日までに体を絞り上げる。なので、まあ、体脂肪を極力減らして、まあ、5% ぐらいまで落とすっていうのが理想なんですよね。で、まあ、自分も実際そうだったんですけど、水抜き塩抜きカーボアップをすると体に魔法をかけれると思ってたんですよ。でそういうふうにこうね、周りも聞かれてたんで、で水抜いたら塩抜いたらでカーボンを入れたらこう皮膚が薄くなってバリバリになってバキバキの体になるよみたいな、でそれをイメージしてって、まあ、大会で最後1週間でやるんですけど、当然絞れてないと何の魔法も起きないんですよね。なるほど。ましてや絞れてても別に魔法は起きないんですよ。 100% の体が 120% になるわけじゃないので、なのでここは、まあ、その今後大会に出る方たちには、あの人間の体って必ず塩も水も必要なんですよね、これを極端に抜いちゃったり、まあ、過度に減らしすぎたりするとまず筋肉が張らないし、で大会って大体、まあ、予選があって大きい大会になると予選が1時2時って2回あって、で次決勝審査なんですよね。だったら3回ステージ立たないといけないので、はい、当然体にもう水も塩も少ない、うん、でカーボンも、ね、あまり足りてない状態だと筋肉が張らない、でコンディションが悪くなってしまうので、しっかり必要な分を入れてあげて大会に出るっていうことをお勧めしたいですね。そのためには、計画を立てて減量をしっかり進めるっていうイメージでやっていただいた方がいいのかなというふうに思います。地道にやるっていうことですよね。変な魔法はかからないよっていうところですね。そうですね、なんかこのくらい絞ってたらあと水分調節したらちょっと、バリバリになるかもしれないとか、はい、そんな甘くないんで、そんなことならないんで、行ったその先ですからね。そう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 、極限まで行った最後のスーパーが、そうそうそう、その塩抜きとかの、そうですね、話ですもんね。はい、なので 98% ぐらいは減量で持っていかないと、はい、いけない。うん、はい、じゃあ千葉さんはもう次の大会とかは別にそんな塩抜きとかはせず、もうそのままスッと仕上げていくっていう。はい、なんかイメージはトレーニング終わった後の体が理想ですね。ああ、もうホクホクの状態。ホクホクの、はい、ああ気持ちいいって言うのが、はい、それでやったなーって、はい、それでステージ達したいなるほどなるほど。でなるとやっぱその普通の生活してないとそれだけ体にエネルギーがないので、うん、はい、まあ、水の塩もしっかりとって、水と塩を入れてカーボンがパンパンに入ってる状態で、お気持ちいいっていう状態を作りたいので、はい、あまり抜いたりはしないようにしてますね。はい、やっぱりそういうことしちゃうと結構体精神的にもなんかストレスになっちゃったりとかするんですか、ね、しますよね。やっぱ我慢するんで、まあ、自分は一番はやっぱそのクリーンな食事を食べて日々トレーニングを継続して、やっぱ健康って第一だと思うんですよね。でこの健康を害してまでこう大会出場っていうのはあまりこう気持ちが進まないので、はい、本当趣味の一環なので、まあ、健康で楽しくやれるのが一番かなっていうので、あまり複雑なことはやってないですね。はい、ね、はい、以
上の3点でございます。まず1つは、1つはボリューム、ボリュームですね、はい、ボリューム、そして、はい、ボリュームで限界を使わない、限界を使わない、はい、で2つ目が重量、重量、はい、大盛りにこだわりすぎてフォームを崩して怪我をしないと、はい、で3つ目が調整、調整ですね、はい、塩抜き、水抜きはやらない、やらない、はい、で心が健康であること、そして体が健康であることがもう最後のゴールだ、そうですね、はい、はい、以上の3点が、初心者の方がちょっと注意した方がいいんじゃなかろうかというところ、そうですね、はい、はい、ですね、ではそんな3点です、はいそんな3点でした、はい、3点でした、はい、では最後筋肉ジャンケンをして、はい、締めましょうか、はい、締めましょう、はい、ではいきます、筋肉ジャンケン、最初はグー、じゃんけんパー、ありがとうございました、またねー。